やあみんな、兄貴船長です。今回は船乗りを目指す学生や社会人必見、求人応募前に知りたい自分と相性のいい会社の選び方を紹介しよう。会社選びは人生でも大きな選択の一つ。情報や検討不足で合わない会社を選んでしまうとキャリアに傷をつけてしまうことも。では一体どのようにして会社を選択すればいいのだろうか。ネットで船乗りと検索すると高収入や長期休暇のワードが目につく。もちろん待遇は重要だが、自分の将来設計ややりがいと職場がずれてしまっていては長続きしないよな。同級生の待遇や昇進がやけに羨ましく感じるのは、仕事を自分の目標ではなく周りと比べて判断しているからだ。これでは隣の芝が青く見えるばかりで長くは続かない。そこで今回は就職時のミスマッチを防ぎ、より良い船乗り人生を送るための会社選択の極意を3ステップに分けて紹介しよう。ステップ1、明確な将来設計を行おう。まずやるべきことは、あなたの20年30年後の姿を想像することだ。年収、役職、住んでいる場所などより細かくイメージすることが大切。マラソンで例えてみよう。ゴールがわからなければ、どこに進めばいいのか、どのくらいのペースで走ればいいのか迷ってしまうよな。それと同じで、未来の自分を想像した明確なビジョンがないと仕事や人生の方向を見失ってしまう。例えば経験を積み水先人になって、地元で家族と一緒に過ごしたい、外交船に乗っていろいろな国をつなぐ架け橋になりたいなど、あなたが目指す船乗り像で働く会社や船が変わってくる。また結婚や趣味など、あなたのライフスタイルに合わせた収入や労働条件を考えていくと、おのずと条件に合った会社が絞られてくるはずだ。そこまでイメージする必要があるのかと思うかもしれないが、人生の方向性がブレてしまうと、なぜ自分はこの会社で働いているのかわからなくなる。なぜこの会社船なのかを明確にイメージできているほど、目的意識とやりがいを持って働くことができるぞ。ただし、ひどいいじめやパワハラがある場合は話は別だ。すぐに信頼できる人に相談しような。兄貴船長ホットラインに連絡してくれてもいいぞ。ステップ2は、ステップ1を踏まえてあなたの将来設計に合わせた会社を見つけることだ。どの会社でも同じだろうと安易な考えで就職してしまうと、あなたの船乗り人生を棒に振ってしまうかもしれない。会社や船によって雰囲気や仕事内容は大きく異なるため、しっかり調べた上で会社を選ぼう。航海と機関、外交、内交というように、船員といっても種類は様々。収入や休暇のみならず、身につくスキルや船内の雰囲気など様々な情報を考慮しよう。自分なりの会社を選ぶ基準や項目を設定しておくといいぞ。海運会社はネットに十分な情報が載っていない場合があるので、直接電話で聞いたり、実際に事前訪問してみるなど自発的な情報収集が大切だ。引っ越しでイメージすると、物件を下見に行くことで不本意な物件に住むリスクを減らすことができるよな。また一つの情報を鵜呑みにするのではなく、複数の情報を吟味した上で判断しよう。理想の職場を見つけられたなら、次はその会社に就職する方法を考えるとき。ステップ3、会社に求められる人材になることだ。人手不足が問題視される船員業界だが、条件がいい会社は多くの船乗り志望者が押しかける、まさに激戦区。資格や技術のみならず、どのような性格、気質の人材を求めているかなど、相手のことをしっかり理解しよう。相手が何を求めているのかが分かると、自分の何をアピールすればいいのかが分かるよな。またすぐに仕事を辞めていたりすると、うちに就職してもすぐに辞められるのではないかと不安に思い採用しづらい。短い間にコロコロ職業を変えるのは、あなたにとって得になることは少ないぞ。職場の合う合わないが出やすい職業であるからこそ、安易に会社を選ぶのではなく、しっかりと情報を選別して希望に合った会社を受けるようにしよう。以上、船会社を選ぶ時の心得いかがだったかな。会社選択はあなたの人生を決める一大イベント。しっかりと考えて会社を選ぼう。もし不安やわからないことがあれば、概要欄の連絡先で相談も受け付けているぞ。今回は以上だ。このチャンネルでは、存続の危機にある海運業界の未来のために、仕事が楽しい、船乗りになりたいと思えるような業界の魅力や現場で役立つ情報を発信していきます。理念や動画内容に共感してくれる方は、ぜひチャンネル登録を今お願いします。最後まで見てくれてありがとう。海が呼んでるぜ。